ミキヤの靴を履いてたら、はい、外反母趾の方なんですけれども、すっごく楽になっちゃった、もう全然痛くないから今まであった靴治ったから履いてみようと思って履いたら途端に足が痛くなっちゃった、これってどういうことなんですかっていうふうに質問を受けました、はい、店長これについてはどうでしょうか。はい、まずですね、はい、考えられる一番大きな原因は、うん、その持ってらっしゃる靴がもともと足に合ってなかったっていうことでしょうね、はい、でそれで外反母趾になっちゃったわけですから、うんうん、で右へ来られて足に合った靴を、うん、埋め立てして履いてとても調子が良かった、はい、治ったと思って、はい、またお手持ちの合ってない靴を履かれたので、うんうん、外反母趾をぶり返しちゃったっていうことなんでしょうね、うん、なるほど、うん、だから、まあ、外反母趾対策としては、はい、やはり一足だけで足りなければ無理以上ちょっと増やしながらね、はい、足に合った靴を揃えていかれるのがベターじゃないでしょうか。そうですね、やっぱり一足っていうわけにはいかないと思うので、足に合った靴を何種類かね、用意していただくということが大事ということですね、はい、ミキヤでは外反母趾でも痛くないように楽に歩きたいという方のお手伝いをしています、はい、ぜひそんな方はミキヤへご相談ください、はい。